ミフクラギは、熱帯から亜熱帯に生育する、強竹糖化の常緑アタカギ。別名沖縄強竹と、乳液は有毒である。主に海岸沿いの森林内に生育するアタカギ。樹高は20メートル程度となるが、日本ではこの9メートル程度である。幹は、開白色で直立するが、枝先が緑色で柔らかく、本州の一般的な樹木のイメージからすると、 若干キーな印象を与えることがある。葉は枝先に多く集まり、臨生状の個性。葉には短い葉平があり、葉芯は長大円形、または頭皮芯型で10から20センチメートル程度、虚子はなく、厚みがあり、光沢がある。多数の側脈が透けて見える。花期は晩春から秋で、周産カ所頂いただき生する。花はからセンチメートル程度であり、 緑白色で五弁。花の形は胸畜等に似る。果実は直径5から8センチメートル程度のやや潰れた球形未熟化は緑色、こなすと赤くなる。一見ではマンゴーのようにも見え、これが枝先からぶら下がる姿は独特である。果実の外側は多肉質だが内側は繊維質で海流分散を行う。 熱帯から熱帯のアジアに分布し、日本国外では中国南部、台湾、インド、マレーシアに、日本では奄美大島以南の琉球諸島に分布する。日本が北限である。海岸林を好む。全体にわたり有毒。毒成分はケルベリンをはじめとしたアルカロイドの配当体。 未熟化等の傷などに触れた手で目を擦ると腫れることから、沖縄方言では目長らぎと言われ、これが和名として用いられている。かつて沖縄県では本種の魚毒性を利用して漁業に用いたが、日本では水産資源保護法で水産動植物を麻痺させ、または死なせる有毒物を使用して水産動植物を採保してはならないと、毒流資料は明治的に禁止されている。 インド等に多い近辺種で、同じ成分を有するオウミフクラギは、毒殺や自殺に用いられることから自殺の木の英名がある。本種は強力な毒性を有するため、それを利用することが多い。現在、沖縄県では、同家の共畜等と共に、公園等の庭木や街路樹として使われている。AB 島袋慶一編著、琉球列島遺憾多場植物集覧、海底版。 九州大学出版会、1997年、421ページ、ISBN4 から873785227。Studies on Sellberg, I, Cardic Glycase in the Seas, Bark, Andreves of Sellberg Mangus, El Chemical and Pharmaceutical Breaking Vol.25, No.1 レイピアニッシモ、2744から2748。27 田和田サ田ー監修、池原直樹著、沖縄植物野外活用図鑑第五鑑定地の植物申請都市を出版、1979年、116ページ。水産資源保護法第6条を我が国における、バイオマスエネルギーの現状と将来展望、京都大学、NEDO 技術科学報告。ありがとうございます。